ハンガリーの交通について記述する。ブダペストのケラティ駅中、ハンガリーとオーストリアは、ジェールショプロンウェーベンフルト間において、共同で国際列車を運行している。距離は、ハンガリー側1 0 1トルオーストリア側6 5トルである。ブダペストには東、西、南に、主な駅が3駅ある。ブダペストには、地下鉄がある。通称、 HEV という近郊列車もある。M7 ハンガリーの高速道路高速道路、M0M1M2M15M3M、30M35M5M6M7M、70高速道路は徐々に延伸される予定である。経済上重要な都市とブダペストを連絡している。1373km パーマナントリー、ナビガブル最重要港は、首都ブダペストである。 他に重要なのは、ドゥナウイバーロシュとバヤである。フェアリーヘッジ空港ハンガリーには小規模な空港や、未舗装の空港を含めると43から45の空港がある。国際空港は5空港ある。マレーブハンガリー航空は、欧州の60以上の都市に就航していたが、現在は運航停止となっている。シーメンス社製、デジロシリーズ、エステルム都市と町の地域輸送は、 バロンが都市間輸送同様に行う。ブダペストの路面電車1887年に開業したブダペストの路面電車は世界最古の路面電車である。現在は50メートル長の列車がラッシュ時には60から90秒間隔で運行されている。最新の G メンス製コンビーノスープラ低床路面電車は40両が在籍している。 2006年7月1日から運行されたが、最初の1週間は、技術上の不具合が多発した。路面電車がある市かつて路面電車が存在した市。ありがとうございます。